こんにちは、スワリーちゃんのしほです。はい、ということで今回ですね、たまたまね、この前家族4人でスーパーに行った時に、なんとこちらのね、タピオカみたいなマンナイっていうね、マンナンっていうね、タピオカ風こんにゃくがあったんですよ。で、こちらこんにゃくなんで、なんかタピオカ飲むよりもこっちの方がヘルシーだね。そう、ヘルシーなんですよ。だからね、なんていうの、ダイエットにおすすめみたいな。おすすめだね。なんかタピオカってすごくカロリーがあるみたいで、なんか噂によると、なんか1杯で1食分ぐらいカロリーがある。いや、でもそこまでないと思うんだけど。で、こちらはちなみに1袋 200g 入ってて、これ84キロカロリーしかないそうです。すごいよね。でも味だよね。そう、だから味を試すために今回は。そうだね。おお、大丈夫。使います。ね、もしこれが美味しかったらね、これを飲めばカロリーを使えてタピオカを楽しめるというね、ことでいいよね。いいですね。ひよちゃんもね、最近タピオカにハマってきてて、ね、この前もタピオカ、前ルーティンの時にもタピオカ作ったと思うんですけど、作りました。結構ね、ご飯の前に飲んじゃったりするとやっぱね、どうしてもカロリーがちょっとね、取りすぎかなっていう感じだよね。あ、でもその日ね、ちょっとお腹いっぱいで。そうだよね。だからお腹に溜まるので。お腹に溜まったの、めっちゃ。でも学校始まっちゃったら、ほんとね、じゃあいつ飲むのってなった時に、ほんとまあおやつとかなんだけど、でも学校終わるのをね、6時間とかで遅く帰ってきたり、まあ遊びにたまにいたとして帰ってきたりすると、結局遅い時間にね、おやつを食べたりするじゃん。うん、する。そうするとやっぱご飯と時間が感覚がなくて、ない、お腹いっぱいになっちゃったりね、するから、ちょっとそれをね、試してみましょう。はい。でもまあこんにゃくだからね、やっぱこんにゃくかなって感じちゃうかもしれないんだよね。何も知らされてなくて急に飲んでんってなったらあれかもしれないけど、そうだね。やっぱりもちもち感とかがちょっとないのかなってママはちょっと思うんだけどね。なるほど、ブチって切れる感じ。そう、なんかこんにゃくだからブチっていう、このなんだろう、タピオカ独特のこのもちもち感っていうの、ある。それがないんじゃないかなと思っちゃうんだけどね。どうかな。じゃあね、ちょっとね、せっかくなので開けてみましょう。とりあえず試しに1袋買ったので1個しかないんですけど。そうですね。ちょっとね、じゃあざるに、スーパーで見つけたタピドラ、っていうのがあったんで一応買ってみました。美味しそう。ブラックタピオカ入りでミルクティーのあれが入ってみた。美味しそうだね。あんこがミルクティーってすごくない？すごいね。ちょっと後でみんなで食べましょう。はい。じゃあちょっとこの辺を一貫きれいにして。あ、コロン来ちゃった。リミちゃん、コロンよろしく。ね、これは水切りしてからお使いくださいって書いてあるので、水切りしたいと思います、どんな感じなんだろう、ね、ハサミ持ってこようかな。パシャンっていっちゃうかな。1個しかないからパシャンっていっちゃう。プシャン、プシャン、はい、はい、プシャン、プシャン、プシャン、落ちるよ。全部。じゃあ行きます。いくよ。おお、結構量ありますね。あ、でも結構量あるんだね。これで84はすごいよ。うん、確かにカロリーはほんと低い。うん。おお、どうですか。うん。あ、でも水分は そこまで入ってないね。ね。じゃあちょっとそのね、ほんと形が独特というか、じゃあちょっと下の水分をちょっと捨てましょう。はい。はい、っていうわけでね、水切りしたので、こちらのね、いつも愛用してるディズニーで買ったコップをね、コップに、ディズニーで買ったコップにね、このね、こんにゃタピオカ風のこんにゃくを入れていきたいと思います。はい。どれぐらいだろう、これぐらい。そうだね、あんまりいっぱい入れても。舐めない、ほらは舐めないに。よし、入れたらこのね、ミルクティーを入れていきたいと思います。こちら1本はね、ちょっと飲みかけで、
まだ残ってる。まだ残ってるので、とりあえずこれ全部入れて。うわ、すごいタピオカだ。タピオカだね。見た目はね、味だよ、味。うん。ちょっとにしとく。あともうちょっと足す感じにする。うん。リミも飲んでみる？うん。ちーちゃん先に。うん。よし、じゃあ。ストロー好きな色を選んで。リミの青ある？あるんじゃない？あるよ。ピンク、もちろんピンク。うん。できました。じゃあ飲んでみます？うん。本当にこれこんにゃくなのか。うん。いただきます。神妙なおもちゃだね。どう？言っていいですか？うん。こんにゃくです。だよね。だよね。だってこんにゃくだもんこれ。ブチブチ切れる。タピオカ風。タピオカじゃない。こんにゃくだからこんにゃくです。タピオカじゃない。そうだね。リミも飲んでみて。タピオカはね、味がついてるっていうか、もちもちしてて美味しいんだよ。やっぱね、タピオカもちもちしてないとタピオカじゃないよね。リミ登場。リミちゃんも食べてください。飲んでください。飲んでください。美味しい？味。美味しい？うん。あ、美味しい。緊張？かな。リム映ってる？リム映ってるカメラ。もうちょっと。おいしい。うん、わかんない。ちょっとママまだ食べてないんだ。やばい。おいしい。とりあえず一粒食べ飲んでみたら。考えてますけどどうですか？どうだろう。リムと同じ。タピオカよりこっちの方が美味しい。やっぱこういう方もいるんだね。こういう方よりもこっちの方が美味しいっていう方も。なるほど、リミさんはそうなんだね。ママ飲む、うん、どうですか？こんにゃくです。これこんにゃくだね。そう、やっぱりそうだよね。いや、これはやっぱどう見た目は、見た目だけだ、これは見た目だけ。おでんの中にこんにゃくみたいにタピオカ入ってたら、お前怖くない？おでんに入れても別に目つぶって食べればこんにゃくだよね。うん、これもそう、ね、これこんにゃくに思えない。こんにゃく、嘘でしょ。食べてもこんにゃくじゃない。嘘、でもこんにゃくっぽいよね、うん、こんにゃくじゃない。やっぱ本物のタピオカが美味しいね。もちもち感があってね。まさしくそれね。いらっしゃいませ。今入ってそれなんです。それなんだ、ね、いらっしゃいませ。おいしい、私たちが作ったこれが食べたいの。タピオカはどうぞ。いらっしゃいませ。いや、それ食べてみる。これが食べたい。ドラ、タピドラ。うん、食べていい？うん、開けます。スーパーで買って。このタピオカはどうするんでしょう。タピオカどうしよう。でもそれタピオカじゃないよ、こんにゃくだよ。こんにゃく、でもね、ヘルシーだからそれいいかもね。うん、ママの編集の合間に飲みます。ママヘルシーにしていかないとね。そうね、ママ今ダイエット中なんですよ。タピオカ飲んでるのに。飲んでません、ママタピオカ。だけどね、ママね、リミたち産んでね、あのね、太っちゃったの。いいからもうその話は。あ、じゃあいただきます、はい、タピオカ入ってるの？そう、入ってるの、タピドラ。おいしい？あんこの方にたどり着けなかった。もう一口食べて。どこに？うん、もちろんニンニンもね。入った？タピオカ来た。どう？タピオカはタピオカ、ミルクティーは違う。違う、ミルクティーのあんこじゃない。どう、リミ、感想。タピオカって丸ごと？タピオカはだって丸じゃん。どう？あんこが美味しい。あんこ美味しい。タピオカは嫌だ。私タピオカの方が良かった。じゃあママちょっと食べさせて。なんでにあんこがいいの？ミルクティーあんこは美味しいんだ。私そっちじゃなかった、意外と。ミルクティーって
感じ。ミルクティーのあんが不思議な感じ。ね、わかる。なんかこの風味といい、あんこみたいな感触なのに、あんこじゃないっていう、あんこのなんていうの、普通のあんこじゃないっていう感じで、風味がなんか先にこう紅茶なのか何なのかっていう、微妙だよね。あ、でもなんか本当変わった味がするっていう感じ。ね、それでしょ、うん、ね、なんかめっちゃ熱いの。でも美味しいかも。なんか変わった味がして美味しい。ママは大丈夫。そうだ、美容家してもいい。はい、というわけで今回ですね、マンナンっていうね、こんにゃく、タピオカ風のこんにゃくをタピオミルクティーに入れてみたんですけど、うん、タピオカではなくこんにゃくでしたという結果でした。あ、そりゃそうだまあでもダイエットにはいいよね。いいね、うん、でもなんかタピオカを食べてるっていう感じがしないから、ちょっとも、やっぱ物足りなくなっちゃうね。タピオカ好きな人は。コロナも、もうほんとこんにゃくだったね。コロナ大好きなおじちゃん。はい、というわけでね、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではバイバーイ。グッピー。グッピーって何？グッパイ。あ、グッパイ。バイバーイ。グミペア。